ははいこんにちはレトスノーです9月25日の3問に入る前に本日も過去の合格者から頂い,いたアドバイスを共有させていただきます本日は「模試っていうのは本試験と思って挑め」ということです時間配分は考えていますかどの科目から解きますかマークシートは1問ずつ塗りつぶしますか 項目ごと塗りつぶしますかそれとも全問回答した後にまとめて塗りつぶしますか想定できるものは全てシミュレーションしておいた方がいいです私としては権利関係から解くのはお勧めしません権利関係以外で得意な科目から着手することをおすすめしますそして時間配分は下記をよかったら参考にしてみてください問1から問14の権利関係で40分問15から問22から問 この法令上の制限で15分。問23から問25、税その他の部分ですね。5分。問26から問45の宅研業法で40分。問46から問50の5問免除部分で10分。そして見直し10分。これで120分になります。そして模擬試験の後は結果は気にしすぎないこと。20点台だろうが、10点台だろうが関係ありません。大切なのは点数ではなくて、 どこが弱いのかという自分の弱点を発見することです。模試で間違ったテーマをしっかり復習して弱点を克服しましょう。受験される方、皆さんの合格を祈っています。頑張ってください。というようなアドバイスです。まあ、どの科目から解くのか、まあ、時間配分どうするのかについてはまあ人それぞれなので、先ほどの内容はまあ参考程度でいいと思います。私の場合はあの権利関係から解いていきました。 また解く時間配分についても、権利関係は1問2分、それ以外は1分半、これで大体50問すべて解くのに、90分弱ですね、80分台で解くんですよ。それぐらいのペースで、模試は解いてました。ただ、模試で90分以内で解けたとしても、本試験ではそんなに早く実は解けないんですよ。 おそらくそれでも100分超える105分とかそれぐらいやっぱかかっちゃうんですよねでこれっていうのはやはり模試と本試験の違いなんですよ本試験ってやはり緊張するんですね模試とは違った緊張感ってやっぱあるんですよでそういったものを加味すると模擬試験で110分とかかかっていたらおそらく本試験では110分では解けずに120分超えてしまいますだから模試では100分以内で解くことを一つの目標にした方がいいんじゃないのかなと思います あと、マークをいつ塗りつぶすかなんですけども、一問一問やってるとこれ時間かかっちゃうんで、ま,あ、まとめてやった方がいいと思います。例えば、5問まとめるとか、10問まとめるとか、あと分野ごとにまとめていくとか。まあ、これも人それぞれなので、模試を使いながら、どれが一番やりやすいかっていうのを試してみて、やりやすい方法でやっていった方がいいと思います。一問解いて、一問マーク。一問解いて、一問マーク。これだとですね、時間かかっちゃうので、これはやめた方がいいです。ある程度まとめて、マークはしていきましょう。 それでは本日の3問に入っていきます定当権を設定している不動産が賃貸されている場合において債務者の債務不履行があったとき定答権者は賃料に物上代位することができるルか×かという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいえ答えはこれ丸ですねえこの問題は物上代位についての基本事項になります でちょっといきなりなんですけれどもあなたは勉強中何を意識して、えー、勉強していますでしょうか、えー、仏上大の解説動画を具体例として、えー、意識すべきことをお伝えしますで今回のこの仏上大の問題についての、えー、解説にもなってますのでそちらをぜひご確認くださいで動画についてはこちら右上のお知らせボタンまたこの動画が終わった後にですね、えー、最後の部分で動画の URL を出しておきますのでそちらからご確認ください 続いてです。公県知事免許を持った宅検業者 A が営業保証金を金銭のみで供託している場合、免許外によりえ、主たる事務所のえ最寄りの供託所が変更したとき、A は、遅滞なく変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管えを請求しなければならない、ルか×かという問題です。これは○ですね。 まず金銭のみで供託していて、まあ、免許買いによって供、えー、託所が変わるとい、まあ、った場合保管買いをするんですよね。でこの保管買いっていうのはどうやってやるかっていうとこの変更前の供託所に請求するんですよ。保管買いの請求するんですね。でどんな請求するかっていうと新しい供託所に営業保証金移してくださいねっていうふうに請求するんです。 あくまでもこれ請求先っていうのは変更前、現在の教託所なんですね。この点を注意してください。変更後の教託所に請求するわけではないので、この点は注意しましょう。で、問い3ですねえ。地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、 行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。丸かツかという問題です。答えはこれ、誤りですね。行為を完了した日から30日以内ではありません。今回の問題は、行為が行った後に届け出することになっています。この点が誤りなんですね。届け出が必要なのは、行為に着手する日の30日前までなんですよ。 事前に届け出が必要なのであって行為が終わった後では遅いって話なんですねまた注意していただきたいのは届け出先が都道府県知事ではないということ市町村長であるということですねあと許可は不要だと届け出でいいんだというこの2点は頭に入れておきましょうで地区計画についてはポイントを押さえられたらこれ得点できる部分なんですねすごく得点源になる部分なんで個別指導ではポイントをまとめて解説しているのでえ効率よく一気に学習できます で、問1でも、えー、お伝えをした物、えー、上大の解説動画についてはこちらの真ん中の動画、えー、ご覧いただければと思います。こちらの動画で意識すべきことをぜひご確認ください。レトスの小野でした。